重たい、うん、よいしょ。皆さんこんにちは。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は先日 IKEA に行って植物に関するグッズを購入してきたので皆さんに紹介したいと思います。購入してきた商品がこちらです。全部で10個購入してきました。お値段の商品名も含めて皆さんに現物をお見せしたいと思っています。今回セレクトしてきた商品はガーデニングというカテゴリーの中からだけではなくて、いろんなカテゴリーの中からご自宅のガーデニングライフに役立つようなものをセレクションしてきました。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。さあ、一つ目に出てくるのはこちらです。じゃーん。こちらはバルモフロンという8カバーですね。24センチのサイズを購入しました。これはシーグラス水草でできていて生産終了品になるのでもうなくなる予定ではあるみたいです。ベトナムの職人さんが作った天然素材の商品です。こんな感じです。これはね、何をしようかと思ったかっていうと、ゴミ箱ではありません。この子トリカラーなんですけど、この鉢カバーがプラスチックの真っ黒のタイプなんですよ。なのでこれをちょっと入れてこんな感じにしてあげようかなと思って購入しました。高さがですね結構あるので大体28センチ、上の直径が30センチ、そこが24センチってことだと思うんですけど、7号鉢だったら全然入るサイズになりますね。これは6号鉢なのでちょっと大きいので、少し傘を増して何か下に入れてあげてセットしてあげようかなと思います。すごいいいね、すごい映える。2つ目はこちらです。これねずっと欲しかったんですけどいつも売り切れだったの、ホーグコムストです。開けてみます。ほら、こんな感じの花瓶ですね。これは写真で見るともっとね小さいのかなと思ってたんですけど、かなり大きめのサイズの花瓶になってます。21センチって書いてあるんですが、高さですね、高さが21センチです。上の直径はだいたい6センチで、一番太いところで言うと12、3センチあるかなという感じですね。こんな感じ。わあ、めっちゃおしゃれ。すごい嬉しい、やっと手に入った、ずっと欲しかったんですよね。結構このガラスの厚みが厚いので 0.5 センチぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、しっかりしてますね。簡単に割れるようなことはないと思います。でこのゴールドのところも安っぽくなくてすごく綺麗、1499円です。とっても安い、うん、これはすごい可愛いと思います。これこれはキッチンツールです。水切り用のカゴなんですけれど、こちらがビスパード水切りボールホワイトですね。こちらもビスパードボール 2.S ホワイトです。これは何のために購入したのかっていうと、水苔を水で戻すときに使いたいなと思って購入しました。本当はこれとこれで、まあ、十分かなと思ったんですけど、これセットになってたのでこちらも一緒に購入しました。これピタッとジャストサイズだといいんですけどね、同じサイズなのでなんか収納がちょっとやや、うん、失敗したかなという感じですけど、まあいいでしょう。自宅にこういうボールあるんですけど、金網のボールなので水苔を入れて取るときにどうしてもその金網に引っかかっちゃうんですね。なのでプラスチックでちょっと穴が粗めのものの方がいいかなと思ってこれを購入しました。直径が 26.5 センチでした。水苔を戻すためのボールをキッチンツールから購入してきました。じゃあ次行きましょう。じゃーん、4枚購入してきました。こちらもガーデニンググッズから購入していて、ビカルボナトという皿です。私が購入したのはこれ21センチなんですけれども、もう1種類ありまして29センチというもう1サイズ大きなものがあります。スチールでできているので割と硬い
素材なんですけど、いつも私の自宅で使っているのはホームセンターとかで購入したプラスチックのものなんですね。プラスチックの受け皿があんまり好きじゃないので今回購入してみました。21センチなので7号鉢まで置くことができますね。これさっきのトリオスターなんですけど、うん、こんな感じですね。6号なので少し余裕がある感じになってます。じゃーん、ターンテーブルですこちらはスヌッタという商品になります。無垢材の39センチでできているんですね。通常だったら食事の時用のターンテーブルと思って考えて、多分ここにですねスパイスだったりとかお砂糖とかお塩とかそういうものを置いたりするのが適切なんじゃないかなと思うんですけど、これを何を置こうと思っているかっていうと、もちろん植物です。自宅のキッチンのね出窓で植物を育てているっていう動画を出したりしてるんですけど、キッチンの出窓に手が奥まで届きにくいんですよ。奥に植物を置いてもくるくると回してですね手前に持ってこれるようにしたいなと思ってこれを購入してきました。ここに滑り止めもついているので動くこともなく、うん、いい感じにくるくる回りますね。これすごくいいキッチングッズの中にあると思います。また丸い何かが出てきました。こちら商品名はスカーラで1699円です。と44センチの直径になっていてバーチ材と書いてありますね。綺麗にクリアラッカーで塗装がしてあるので、これ今蛍光灯の下でやってるんですけど分かりますかね。すごく水も弾くということはないですけど染み込むってこともないかなと思います。でこれは何をしようかと思っているかというと、今ですね植物部屋にこういう感じで高さを出すために下に100円ショップで購入したこのワイヤーの花台の上にトレイを置いてここに植物を乗せているっていう感じなんですね。ごぼう鉢が3つ乗るので割とたくさん乗るんですけど、まあ、横着をしてですねこんな大きなものに置いてみようかなというふうにちょっと思ったわけです。でもちろんこれくっついてるわけじゃないので、あの安定性を考えてきちんとね置かないといけないとは思うんですけど、もう割と植物が細かい植物をたくさん置いてこれをこのまま動かすこともできるのでいいかなと思ってこれを購入しました。外れないようにしたい場合はもちろんねいろんな方法で、DIY をしてねこれくっつけることができるとは思うんですけど、私の場合はこうやって持ち運んだりしたいなというふうな気持ちもあるのでこのまま使おうかなと思っています。これ本来は食品用のトレイだと思いますのでキッチングッズのコーナーにあるはずです。ラッカー仕上げなので色を塗ることはできないと思うんですけど、綺麗な仕上がりなのですごくいいなと思います。重たい。この辺からだんだん大きくなってきました。ベグベームステップツールです。ハンギンググリーンの動画も今作っている途中なんですけど、ハンギングしている植物の水やりとかお世話をするためにいつも私椅子に乗ってやってるんですね。なのでこれをねステップツールを購入してきました。これ自分で組み立てないといけないと思うんですけど、おそらくそんなにね IKEA の組み立てって難しくないので工具とかもいらないでできると思います。高さは50センチですね。最大荷重は100キロまで大丈夫ということです。アスペン無垢材という素材で作られていて、もともとホワイトのものとブラックのものも売っているので色がねついてるものが欲しいという方はそちらを購入されるといいと思います。使わないときはそこら辺に置いといてもね割と可愛いかなと思いますし、植物多分置いちゃうと思うのでインテリアの一部としてねこれは使おうかなと思って購入してきました。ベグベームでした。こちらはグラドムという商品になります。グラドムは丸いテーブルになりますねまた植物を置くところを増やすためのものを買ってしまいました。いろんなカラーバリエーションがあります。私はインテリアに合わせてホワイトを購入しましたが、ブラックとあと水色、ブルー、そしてグリーンがありますね。トレイの直径としては45センチ、高さは53センチになります。スチールでできているのでお手入れもとっても簡単で、水に濡れた布巾で拭けば植物を置いて水が垂れてしまった時でも問題なく使えるかなと思ってこちらを購入してきました。そして最後の一つになりました。温室です。温室買ったよ。商品の名前はソッケルと言います。開けてみようか。こちらもキッチンに置こうと思って購入したんですね。
でキッチンに結構未生苗とかあと増やそうと思って挿し木しているものとたくさん置いているのでそれらの植物を入れてあげようかなと思ってこちらを購入しました。商品のサイズは幅が45センチですね。奥行きは22センチ、高さが35センチとなっています。1999円だよ。めちゃくちゃ安くないですか？ね、こんなの買えちゃうなんてありがたいですよね。商品の組み立て方の説明書なんですけど、こんな感じでものすごい誰でもわかるように絵だけで文字がない説明書になってるんですね。世界中で商品を卸しているのでこういう書き方になってるんだと思うんですけど、この絵通りにやっていけば組み立てすることができるっていう感じなので、また分からなければサポートで電話で聞いてもいいので、ぜひトライしてみるといいんじゃないかなと思います。今日は IKEA で購入した商品10点をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？私は植物が大好きで、植物に関する動画、植物に関わるインテリアの動画をアップしております。面白いな、興味があると思った方はぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。